K-1 王者同士の対戦になりました。左のハイキックを出していったのはアンポ。身長ではアンポの方が6センチ上回ります。2段切りを放って左のローキックを出していました。アンポ積極的にいきますね。そして左ボディ、おっとミニックセンター、しかしワンデル、ちょっと反応悪いですね、バッカ。あ、そうですか。ちょっとパンチもらいましたよ。前に出るのはブアカオの方です。プレッシャーをかけてくるでしょうか。ブアカオ、左のジャブから右のローキック、しかしちょっとスピードの差がだいぶありますね。あ、そうですか。まあ、この2人の戦いですけれども、まあ、距離というのが大事なんだというふうにですね、マサトさんはメディアでも話をしていらっしゃいますよね。もっとブアカオが前に出て、近い距離で戦うと思ったんです。今の距離の距離感は悪いですね。あ、そうですか。リロディ、しかし左ボディを返していきます。ブアカオです。もっと膝上げて攻めるかと思ったんですけど、はい、今の件でも昔だったら必ず倒せたんですけど、ね、なるほど。インドを放っていきました。やっぱりね、現役の選手と私はね、やっぱちょっと違うかなっていう。はい、2段切りハイキックを出していきました。もう、まあ、スピードでは明らかに、本当に左フックへと回していきます。アンポ、今のがこうちょっと距離感悪いですね。ブアカちょっとこう焦り出るんじゃないですかね。なるほど。右のローキックを出していきました。ブアカをバンチャで前蹴りを出していきます。まあ、とにかくブアカオに憧れているんだというアンポルキア。アンポはこういう時にもう全然気弱にならなくて、1ラウンドの最初のようにガンガンいったら、倒せると思いますよ。そうですか。左のブラジリアンキックを出していきました。ハイキックと前蹴りに関しましては、もう蹴りを極めようとした、それはもう全てブアカオのおかげ、そう話していたアンポルキアです。さあ、ここはクリッチになっていきますが、抱え込んだブアカオです。いや、しかし、ケンコバさん、はい、マサトさんが解説してブアカオの試合というのはもうたまらないものですね。そうですね、本当にもうテレビにかじりついてましたもんね、あの頃。そうですね、はい、このような時代が来るとは誰が予想したでしょうか。さあ、ここは近い距離になろうというところだったんですが、左のジャブを出していきますアンポです。アンポはこのままでいきますと、マサトさん、自分のペースに持っていけそうですかね。そうですね、今下がらされてますけど、そうですか。前に出た方がいい。前に出てこうガンガン、そう、ダルビー、しかし飛び込んでのまたパンチを放っていきます。でもこれでも大丈夫ですね、素敵です、はい、パンチに対しての反応悪いですね、僕は。あ、そうですか。技術に関しては自分は前に上回っているという話をしていたブアカオであります。スウェーしています。やっぱ技術っていうのはそう落ちないんですけど、続けていれば、はい、ただやっぱりスピードっていうのはね、やっぱ年齢のところが落ちるんですよね。今動こうとしたアンポルキアに対して左のボディを放っていきましたブアカオです。ローキックを出していきますが、アンポルキアも国際級はボクシングテクニックを磨いています。おっと、バックローをかわしています。アンポルキア、右のローキックを出していきました。第1ラウンドが終わっています。やはり中央を取ったのはブアカオ。右ストレート伸ばしていきました。足を使っていきます。バックステップからおっと蹴り。ブアカオはこの中間距離嫌なんで、強引に詰めに今行ってますね。なるほど、はい、やはりブアカオとしてはこのショートレッグでいく。しかしフックを返していきます。アンポルキア、ワン、スリー、コンビネーション返していきます。左右のボディを出していきました。突き放していこうよ。ブアカオとしてはやはり近づいていきます。左のジャブはアンポ、そしてブアカオがプレッシャーをかけていくところ、左のジャブ、アンポはコンビネーションですね。はい、ブアカーの右振るときが結構大振りなんで、はい、あそこをアンポ狙えると思うんですよね。簡単ですね、はい、あれを右打つために僕はちょっとヒヤヒヤしますね。なるほど、はい、さあ、ここはボディに一発放っていきました。左ボディ、ダブル、頑張りました。さあ、少し歯を見せました。ブアカーです。おっと、左、しかし倒れないブアカオ、ヘリック、アンポルキア見せていく。そして左のハイキック、ブアカオ。やっぱりサトさん、はい、ブアカオ感情ですよね、これだけパンチ浴びても。そうですね、アンポは下がらされながらこう打ってるので、だからそこまでダメージはもらって、はい、ハッキック、ワン、ツー、ストレート、第2ラ
しスウェーしています。バカオのローキック、バカオ蹴り足を取ってからのパンチと前のテクニック、左ボディ、なるほど。そして右のハイキック、バックブローも揃えてきましたが、かわしています。アンポルティア、左の前にしかしローキックを返す、左のミドルです。前に出たいですね、アンポ、もう少し、はい、大事なのに、どういうことに合うと。でもやはり前蹴りバカオに対して足を使って下がっていく姿があります。アンポルティア距離を取っていきます。左のジャブいいですよ、右ストレートはかわされました。そしてまた密着したところでありますが、完璧に入りました。残り時間は15秒、左のボディ、しかし右のストレート返していきます。アンポ、そして右のローキックを出していきました。ブアカオ、ローキックカーフを返していきます。左から右、しかし右を返していきました。ブアカオです。左フックは全部のところでかわしていきます。そして右のボディ、左フックがヒーローと戦っています。アンポルキア、お父さんの秀樹さんはおそらく小学生が普通にウルトラマンと戦うぐらいの勢いだと思うと話をしています。左のジャブ出してカンポルキア、ワンツーまとめていきます。アンポまとめてきましたね。そうですね、はい、そろそろ倒そうかという、アンポルキア自身はこの戦いの結果電光石火で仕留めたいという話をしています。その信号を見せられるか。前蹴り、しかしブアカオ右フック、左のジャブ出していきます。アンポ、しかしローキックを出していきました。ブアカオです。左フック、ただ前出る、左のボディダブル、メイの攻撃、右ノックも何度も放っていきます。ブアカオバンチャメイク、左のジャブです。アンポルキア下がっています。左のアッパーでありますが、しかしじりじりと左のミドルキック前に詰めながら放っていきます。松本さん、ブアカオやっぱりこの3ラウンド目もどんどん出ますね。そうですね、こう本当に一発初めてガンガンの敵入ったんじゃないですか。左返します。アンポはそうですね、コンビネーション欲しいですよね。はい、右から左、しかしブアカオもミドルキック返していきます。でもやっぱりこう、前に出てこられるんでちょっとアンポ使う、はい、この試合疲れますよね。そうですか、かなり体力消耗する。そして左のジャブ、アンポルキア、そして前に出るザカオバンジャレイク、これぞファイターの戦い方。ちょっとボディやる、そうですね、ちょっとアンポルキア手がちょっと詰まりましたよね。ワンツーを放っていきます。アンポ、ザカオとしてはまたあのボディからさらに膝蹴りも見舞ってくるでしょうか。膝も出しています。天下を見せています。左のジャブを出す、アンポ、左のハイキックはスウェー、しっかりかわしています。そしてハイキック、ブアカオを返しました。今のハイキックアンポが思ったより飛びましたね。そうですね、右ストレートはスウェーしています。ブアカオです。この組み合った時のこれやっぱこう子供の頃から組み相撲で鍛えてるんで、まあ、強いんですよね。7歳の頃からムエタイのアンポをボディしたんですね。ボディを、蹴りとパンチ混ぜていくと、はい、この展開だとちょっと上顔の期待に向かっていきます。残り時間は1本切っています。50秒、アッパーも出していくミドルキックではありますが、キャッチして飛び込んで打ってきました。上顔右左キックを出していきます。アンポ、いや、しかし正人さん、はい、この上顔の圧力がですね、そうなんですよ、もう本当一番の武器は圧力ですからね、これ圧でアンポは消耗させられてる。そうですね、左のハイキックを出していきます。ブアカオです。残り時間30秒切りました。アンポ仕留めることができるか。アンポはもうちょいね、やっぱね、この初のライジンの舞台でね、こう自分の存在倒して見せつけたいですよね。そうですね、ワンツー、あ、やっぱね、いっぱいワンツー3発4発続けないと倒せないですよ。ワンツー、このワンツーはもう生きられてるんで、はい、ワンツーを放っていきます。左組みいく、しかしブアカオも返していきます。左のフック大振りになりました。アンポ、左フック起きてみいく、笑っている、笑っているぞブアカオ。ジャッジ佐藤、30敗、30秒、なんと3人が延長あるんですか。ドローですね、延長はないんですよね。ということでアンポルキア、ブアカオ、バンチャメイクへの挑戦は結果ドローでした。引き分けに